ばんは、あやさんです。皆さんこんばんは、ちょうさんです。よっちょタイムズです。よろしくお願いします。4月でございます、うん、その前にさ、まだかぶってる気に入ってるんですって、これ本当に気に入ってるんですよ。まあ似合ってるけどね。ね、まあ、ありがとうございます。俺は好きだよ。おー、今日に来るよその帽子ね。おい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 、ということでね。いや、ということでじゃないよそういうの多いよね。スプレーのはずかぶですよ。もう4月も結構もう中頃う、ね、もう過ぎた、結構ね、4月になってもう結構経ちますけど、うん、まあ新生活というか、うん、新社会人の方もまあ多いんじゃないかなと。そうですね、まあ思いますけど、どうですか最初。僕らも、僕大学生の時に、大学になる時に初めて一人暮らしみたいなの、ああはいはいはい、まあ、始めましたけど、うん、最初だからもう何食うのが分からなくて、食い物、ほう、料理って全くできなかったんで。ああそうね。だから物を作れないんですよね。あ、何から始めていいや。まあ、その炒めるとか分かるんですよ。ただそのなんか味付けとかもあんまよく分からんし、うん、醤油ぶっかけとけみたいな感じで食べたんですよ。あ、そうなん、うん、だご飯の最初結構コンビニとかね頼ってる方も多いんちゃいます、うん、そういう意味では、まあ、今ね便利ですからね。大学の時もねあったんですけどね、なんかあんま金がそんな潤沢にあるわけでもなかったんで。あ、じゃあその日頃の生活の節約っていう、はい、側面から、はいはいはい、その自炊というか自分で料理を作ろうになった。なった。あ、そう。その方が安いんかなと思って。なるほどなるほど。なんか一人分だったらそっちの方が安いって言うもんね。一人分やったらその買った方が安いとか言わないですか。あ、そうなの。一人分やっと買った方が安いみたいな、そのお惣菜とか。あ、お惣菜。何人分か作るんやったら作った方が安い。ああ、そうなんだ。ガス代でもかかるんです、それに対して。わかんないですけどね、その詳しいところはどっちが安いかのあんま知らないんですけど。なんか新生活でも社会人になった時も社会人もまあ一人暮らしだった、はいはい、最初はもうホテル生活でしたけどね。ああ、なんか会社の研修でなんか日本全国回ったんですよね。東京から東京とか行って、東京、山口、大分、愛媛、静岡も行ったし、大阪もちょっとずつ行ったとか、あと愛知の方にもね行ったりとか。なるほど。なんかいろいろ言ってたんで、 なかなかその社会人の時は自分の家がまあなかったわけですよ。最初のうちってそのこう研修で回ってる間って自分の家がないじゃないですか。まあそうだね。だから調理ができなくて、その時は、うん、それはね逆に自分で飯作りたいなって思ってました。大学生の時に僕はあの居酒屋であのバイトをしてたんで、それで料理は人通りできるようになったわけですよ、はいはい。逆に今度料理がこうできないような環境になってしまったんで、うわ、なんか自分で料理作りてえなみたいな感じがちょっとなってしまった。なんか一人暮らしの思い出とかありますよ。今日さん初めて一人暮らしどこですか。福岡。あ、福岡か。そうかそうか。そうそうそう。ですけど、俺料理せんかったな。今もしないです。しねえ。はい。はい。そりゃそうですよ。なんで。若い頃に練習してないんだから。でもやろうことできるじゃないですか。まあね、食べたことありますからね、ジョーさん作ったものを。僕は高校時代とかでしょ、ここのなんか部活の時に、そうそうそう、なんか一人一品なんか作って持ち寄って花見だよ。で、あーです、花見です、花見です。そう、うん、熊本城でねやりましたね。やったやった、はい、やりました。そうそうそう、やってね、なんかあのその時ジョーさんチンジャオロースをね、うん、ちょっと入れました。そうですね、はい、なんか照れてるもん。何に照れてるもん。いやいや、そうだね。なんか確かにそうや。あとさ、はいはい、バレンタインのお返しさ、はい、男も手作りせなかったんですよ。何なんて思って、あ、思ってっていうか、いまだに思ってるんですけど。いや、もう思います、思います。あの、その風習あるやったらやめたがいいっすよ。マジで。だから女性も手作りで作りなさい、男性も手作りで作りなさいっていう謎の風習が。そう、お互いがいやいや作るって何なん。そうなんですよ。気持ちでええやん。結構きつかったよね、あれね。あの時お前ちゃんとクッキー作った。いや、クッキーじゃないですね。何作った。だから僕は途中からなんで、2年生の時は、はい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 、スイートポテト。ああ、はいはいはい、作りましたね、なんか。ああ、なるほど。んで、だから最終学年の時は、はい、生キャラメルと作ったかな、とチョコレートなんかを作ったかな。めっちゃおしゃれや。いや、彼女いたんでね、その時、うん、彼女に渡す
ついでついでですね、彼女の渡すようで作ろうかなっていうので、あもう 2年生の時は彼女いなかった、いやいたな、いました多分いました、なるほど、はい、いましたね、そっか、はい、俺はあのなんかヨーグルトゼリーブルーベリージャム、はい、面白い、なんかプリンのカラメルソースのところがブルーベリージャムみたいなイメージ、ああはい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 、美味しそうやで、朝早く行ってあの物質の冷蔵庫に入れてすごいね、やりましたね、あの風習なんなんマジで、わかんない、意味わかんない、そんな手作り食べたい、いやだからね、人にもよろしく手作り嫌って人いるじゃないですか、うん、そうやっぱありますよね、うん、食べたくないって人結構いるじゃないですか、ちょっとああいう人が作ったものちょっとねわかんない、ね、そこを無理やりっていうのはちょっとどうかと思うけどね、そう去年がそうだったから今年もしなさいっていうのは、うん、どうなのって思って、何も考えずにエスカレーターでやるのはどうなのとは思う、ああはいはい、その風習を進化がないじゃん、確かに確かに停滞ですよ、あの伝統という名の停滞ね、そうあるよねそれ、うん、めっちゃなんか、うん、まあ守るべき伝統もあるよ、ね、そうなんかめっちゃ俺らベンチャー寄りの子、ね、まあまあ大事なこともやっぱありますからね、はい、まあ、でも変えてもいいんじゃないっていうのもあったという、あったあった、そうそう、伝統の被害者ですよ我々はそうね、そうですよ、伝統ってきついよね、なんか、うん、で案外しょうもないことが多いんですよ、はいはいはい、伝統なんかありました、伝統、なんかあの、はいはい、野球部、はいはいはい、野球部の伝統でマックスっていう伝統があったんですよマックスっていう、まあ、要はこれ先輩に挨拶しなさい、うん、なんすよ、まあ、当然じゃないですかそんな、まあそうだね、当たり前、テレビで挨拶した方がいいですから、でもあのグラウンドの端から見て端に見つけても聞こえるように言わないといけないんですよですよねあれね、そうで、あの僕の一個上の先輩でそれで肋骨折ったやついますから、そのマックスでマジでそうひどいなそれ、もう伝統の被害者や、伝統の被害者、伝統の被害者や、それはこんにちはってそれやばない、それやばいっすね、マジっすか、そう、ほんまよ、それやばいっすね、それほんま被害者やわ、うん、ひどいね、そう、ちゃんと考えたがいいっすよ本当にね、うん、それはあります、教育者の方々、マジで、あ、でも教育者っていうか決めてるわけではないんですよね、ああいうのって、でも教育者でしょ、あ、そうなんかな、容認してんじゃん、まあまあ見てみるわけじゃないですけど、生徒一人肋骨折ってんねんで、確かに挨拶でいや、そう、そのなんていう挨拶で肋骨折るとか漫画やん、そうっすよ、漫画の話ですよそれ、だって始まりですらないですよ、あっただけやもんね、あったら肋骨折れ、そう、あったら肋骨折れんで、そうそうですよ、あのね、あの練習中に折るとかだからまだね、そうそうそう、しょうがないプレーの中で、まあ、そういう、まあ、そうありますか、怪我っていうのは、で僕もほら、僕大概怪我多かったんですよ、あの部活の時、おお、大体あの水泳と関係ないところで怪我してましたもんね、俺部活だって座ってたから、いや、うん、僕の話してますよ、ね、あ、そうだえ、なんかありましたかって聞こえて、ああ、僕は あったと、僕自身がその要怪我、僕本当怪我多くて、なんでもね、水泳じゃないところでよく怪我を、転んでると、転んでて、なんか車にすね打ったとか、車に轢かれたりとか、事故でね、怪我したりとか、あとなんかランニングしてる時に捻挫して靭帯伸びたとかそういうのありましたもんね、あー、であまり試合にはあの万全な状態で出たことがないんですよね、僕、うーん、高校生の時はもう大体怪我明けて、なんか万全に戻る前に試合という感じでした、大体バイタル管理も重要ですね、いや本当に大事ですから、まあその一人暮らし新しく始めた人って特にバイタル管理の話ですけど、いや本当にそうです、あの風邪とか引いても誰もこうやってくれないですよ、あのさ学校とかだったら、はい、熱っぽいとか頭が痛いってなった時に、うん、あの休めちゃうじゃん、まあ保健室、ね、まあそうそう休養取れるわけですけど、うん、結構ね一人暮らしとか始めたりすると生活守るのに必死で、はいはい、
気づかないこと多いよ、ね、ありますあります、それはもう多い、結構あるね、うん、特にその初めての環境でとかさ、なってたらね、やっぱ疲れるんで、やっぱ最初慣れてないことすると、まあ、風邪ひいたりとか体力崩しても多いと思いますから、うん、ほんまにあので新しい一人暮らししたっていう人なんか特に、うん、あのそういうことになった時にこうそばにいてくれる人は基本的にいないという状態だと思います。基本的にはそうであってほしい、まあ、彼女いるとかそういうのがあるかもしれない、一人からスタートしてほしいね。そんなね、いきなり同棲なんかおかしいよね。そうそうそう、まあ、おかしいよ。もう新入社員になっていろいろコンパとかあって、ああそうそうそこでこう、ああってこうやって話すんだとか、あこの人話うまいなとか、そういうのをこう積み重ねて行ってほしい。だから張さんもそうですもんね、大阪ね。張さんだから熊本か大阪の方に、まあ、来られた時に何ですかね、いや彼女と同棲するわみたいなことね言い出して、ああそうなんですかと、でまあなんか一緒に家探しに行ったんですよね、うん、でどんな家があるかとか見に行きましょうよっつって、で、そうですね、はい、やっぱ彼女おるから風呂トイレは別じゃないとあかんしみたいな、やっぱそこはエチケットだね、2人やったキッチンもやっぱ広めんとこの方がええわとかね、うん、だから2人がこう生活も大丈夫なぐらいやっぱ広さんとこすまんと、うん、まあ結構家賃高なったんですよ、うん、でね、さっきね、言ってるお金1からとか言うてるけど、もう最初から2で行こうとしてるね、めちゃくちゃでしょ、もう2で行こうとしてて、ほんで、いざ入居しましたって始まりました、大阪生活。ほんで彼女に逃げられて、一人暮らしの人めっちゃもろかったほんまに、彼女逃げられたもんね。せやねあびっくりしたよね、彼女逃げましたもんね。だから2馬力想定で、うん、家賃とかもね、そう、いろいろこう考えたところがもう急に1馬力ですよ。そりゃ風邪ひこうが熱出そうがそんな気づいてられへんわね。そんな感じでしたね。そうですよ、いやマジでね、あの同棲考えてる人、新年度を迎えてよし2人とも2人一緒の生活って、うん、考えてる方本当によく見極めてね。いや本当よ、いや向こうばっかりが悪いわけじゃないとは思う。いやもちろんそれは調査にもそれはいろいろあると思うんですよ。だタイミングがまずいね、やっぱそう決めてしたけどね、逃げられる。そうだったら準備期間でちょっと何かしらの結論出してよって思う、うん、で本当にほんまよ、急にやったもんね、急に連絡取れなくなってね。そうスパーンってあれって思って、うん、そうそうそう、で僕が入居して1ヶ月後ぐらいにその来るはずだったんだけど、うん、でその算段してたんだけど立つって連絡ね、取れなくなって、そうで、なんか LINE かなんかブロックかなんかされとってね、取ったかな、なんかそんなんでしたよ、確か大変、うん、でも結局だから多分言えなくなったんだろうね、だからトントン状況が進んでしまう、進んでしまって、なんてやろう、まだそこまで確保できてなかったわっていう感じになっちゃったんでしょ、多分ね、でそこはまあ張さんのね、オッチョではまあそうもうあるとは思いますけど、やっぱ足並み揃えるって大事ですからね、うん、よく話し合って同棲する方はしていただきたいし、1から始めましょうと。そうですよ、まあね、僕らももちろん今1ですから、はい、トーンのコーン、トーンがコーンってね、そうです、うん、皆さんも1から始めてください、はい、はい、1から始めてください、1からもう1からですよ、1からもうそれ10から始めたらあかんし、そうそう、10はおかしいか、10はおかしい、 2からね、始めたらあきませんから、2を目指して1の時代を大事にしようぜみたいな、そう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 、うん、そう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 、2行きたいよね。まあ、本日はこの辺で、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、本日の動画ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。もしこの動画気に入ってくださったらぜひグッドボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、このチャンネルは Twitter も配信しております、皆さんぜひお気軽にフォローしてみてください、よろしくお願いします、お願いします。